同日某時刻ビタミン広場。ここがビタミン広場か。うん、確かになぜかビタミンって感じだな。あのフルーツたちがね。あ、なるほどくん。あの人じゃないかな。店長さんが言ってたおじさんって。あ、あの頑固そうな親父か。鳩に餌やってるよ。優しいじゃないですか。優しいのかどうかわかりませんが、餌をやってるというより叩きつけてるように見えるな。じいさんですね。う、強い拒絶のオーラを感じる。テヤンデバロメとやってますけども、ちょっといろいろまずは調べていきましょうか。なんかずいぶんなんかビタミンな感じの公園ですよね。フルーティーだよね、なんていうか。まあいいんじゃないかな、僕もリンゴは大好きだし。あ、じゃあ滑り台持ってこいじゃない。何がどう持ってこいなんだよ。リンゴ好きとしてはあの滑り台滑らずにはいられないと。やだよ、滑ったら必ず砂まみれになるシステムだぞあれ。そうですね、ちょうど砂場に突っ込ませるシステムですね。うん、確かにそれがなきゃ私もね、こうズザーってこう。そうですね、確かにね、安全を考えたんでしょうか。いや、砂場には燃えたね、私も。燃えた？砂場遊びに。ほら、磁石を使って砂鉄集め。あー、やってるやついたな。砂鉄？地味だな。砂場中の砂鉄を集め切るって決意して。私も若かったな、あの頃は。で、集め切ったの？うん、もう少しだったんだけどね。あ、そういえばまだ、取ってあるよ、その時の砂鉄。いる？いらない。そういうのはちゃんと大事に保管しておくタイプか。鳩だ、たくさんいるね。知ってる？鳩って平和のシンボルなんだよ。それは白い鳩だけだろ。かわいそうだね、この子たち。そんなことないよ、色が白くないだけなのに平和になり損ねちゃって。それもこっちサイドの人間サイドの都合だから。何もそこまでしんみりしなくても。むしろ逆にさ、鳩サイドからしたら白いやつの方が まあこの場ではね、白いやつの方がまれだから、こいつがなんかはぶられてそう。あれ、雑誌が一冊ほっぽり出してあるよ。アルバイトの情報しか仕事をしっていうタイトルだ。わしが捨てたものを拾うとは卑しい男だな。あ、じいさん、あなた仕事探してるんですか？捨てたっておじさん仕事探してるんですか？むぐ、貴様には関係ないわ。とりあえずもらっておくか、仕事し。他人の手に渡ると思うともったいなくなってきた。返せ。そう言われると返したくなくなるよな。結果返さないっていう。強引に手に入れましたね。わしのだそれ。どうせなんかその辺の店の入り口とかにさ、無料であるんだから持ってきなさいよ。そしたらばこのじいさんに話を聞きましょうか。あなた何やらトレビアンでいろいろ目撃したみたいですね、あの犯行を。すみません、ちょっといいですか？よくない、お話が聞きたいんですけど。見てわからんか、忙しいんだわしは。鳩どもめ、わしの豆が食えんというか、こちらにぶつけてるように見えるんですが、鳩に豆を叩きつけてるだけじゃないか。ストレス発散か。暗いこの、参ったな。まあでも鳩からしたら餌が手に入ってるから、まあ、ウィンウィンの関係かな、これはな。すいません、まこちゃんのことなんですけど。まこちゃん、はい、トレビアンのウェイトレスさん。ふん、嘆かわしいわ。嘆かわしい。裏若い不女子があんなはしたない格好で。あ、そうだそうだ、この人。いや、でもあなたはそれ目当てに行ってたんじゃないんですかね、あの店に。はしたないってあの制服のことですか。まったく最近の不女子は恥じらいというものを知らん。
ああ、ヤマトナデシコは枯れ果ててしまったわい。でもそんなのがお好きなんでしょう。あなたはね、私和服着てますよ。ヤマトナデシコ、あんたはしとやかさが足りん。決めつけられた。意外といいとこつくな、でもな。トレビアン、あなたあの日行ってたんですよね。トレビアンよく行くんですよね。なんだあの店は。まだフランス料理とか食べるんですか。そばも刺身も天ぷらも冷ややっこすらない。そりゃフランス料理の店ですからね。なあ、あんたここはどこだ。ロンドンか日本だろうが。まあそうですね。それにあのこっぱずかしい不条子どもめら、ウェイトレスですか。太ももに、ふむ、そのなんだ、丸出しじゃないか。どうなんだこら。なんかそういう目であなた見てるっていう時点で、まあキモいと言われるでしょうけどね。すみません。なんだなんだあの店は。このおじさん確か常連だったよな。おかしな話だ。そんな店にあなたは足しげく通ってるようだな。そんなに嫌いなら行かなきゃいいのに。フランス料理ってなかなか高そうですからね。お金もかかるのに。ただあなた常連さんですよね。おじさん、あの店の常連さんなんですよね。そんなに嫌いなら行かなきゃいいじゃないですか。でもどうせやろ。その通りですよ。おじさん、くらえ、旗ども、くらわんというか。おじさん何か隠してるのかな。でもそれならばサイコロックが見えるはず。あ、そうでしたね。まがたまないんでしたね。あ、そういえば今まがたまがないんだっけ。あれ、貸してるだけだからね。ちゃんと見つけるんだよ、ナルト君。へいへい、わかりましたよ。参ったな。まあ、この人は何か隠してるっぽいですけど、サイコロックは見えない。まがたまがないから。まあ、いろいろ突きつけてみますか。あなた仕事を探してるんですかね。あの、ちょっとお話を伺いたいんですけど、あ、これ話聞けなかったっけ。ふい。あの、すみません。暗いこのハトメラ、ダメだ、全然相手にしてくれない。あー、これまだ反応ないのか。そしたらまあ戻りましょうか。で、本土坊さんに、まあ、この仕事室突きつけるか。あら、マドモアゼル、はははい、仕事をお探し。あ、こういう展開か。え、いえ、その私は、そっか、この流れでマユちゃん連れて行かれるのか。そうね、スタイルがちょっとあれだけど顔はまあまあだし。なかなかひどいこと言いますね。ちょっとあれ、フェリシタシオン合格よ。うちで使ってあげましょう。さあさあ、いらっしゃいな。お姉さんが一から教えてあげるから。なるほどくん、助けて。あ、なんか仕事探してると思われたってわけか。あれを見せたことによって僕の方へ引きずられていってしまった。まあ、これもう普通に考えたらおっさんに連れてかれる美少女って感じですけどね。なかなか事件ものですけど、まあいいでしょう。容赦としましょう。どうすか、見つかったすか。無罪を立証する証拠は。いやいや、まだ始めたばっかりですから調査。まあでもあれですね、あのトレビアンは、まあ、ちょっと何かありそうな店ですよね。いつか知ってる情報ならじゃんじゃん垂れ流すっす。今担当してる事件もサボりまくりっす。相当熱いですね。相当熱くなってんな、糸の子刑事。まこちゃんのためならと。あ、それから最新が正式に決まったっす。改定は明日の10時。担当はあの護道健二っす。また来たか、あいつが。あいつか。とにかくもしまたマコ君を有罪にしたら、有罪にしたら、そのもうあれっす、逮捕っす。あなたにできるな、それだけと。まあ逮捕されたくはないので、まあそしたら一応、まあ、あなたの持ってる情報を私に教えてください。こちらに。有罪になっちゃったの鈴木真子さんだったんですね。だからあなたあんなに
そうっすよ。彼女もともとは婦人警官で、新人の時井戸の子刑事が面倒を見てあげたんですよね。まあ、当たらずとも遠からずという感じっすね。なんすかその目は。あなたまさかそういうあれですか。自分は別にあれっす、そんなんじゃないっす。確かにマコ君は研修時代自分の部下だったっすが、それだけっす。やましいところはないっす。糸の子刑事妙に必死になってると思ったら、そういうことだったのか。ニヤニヤ。そういうことってどういうことっすか。自分は後で迷いちゃんに教えてあげないとな。そうですね、いじるネタを提供しないとね。ダメっす、絶対秘密っすよ。それはいいんですけど、別にどうでもいいんですけど、人の心の中を読まないでもらえますか。こっち何も言ってないんでね。あんたの目は口より物を言うっす。あれですね、なるほどさんは心の中の声がダダ漏れになってる大逆転裁判の龍之介さんとはちょっと違うんですね。だいたい周りに心を読まれてるだけか。そういえば被害者のことなんですけど、一体どんな人なんですか。岡隆夫。やから読んでも岡隆夫。コンピュータープログラマーっす。プログラマー。小さなコンピュータ会社で働く普通の男っす。マコ君とあらゆる意味で接点はないっす。バンドマンじゃないと。ただ一つ、あの日たまたまコーヒーを運んだという以外は。マコちゃんも見たことないって言ってたっけな。被害者はあのレストランをよく利用していたんですか。シェフの話では初めての客だったらしいっす。プログラマー、初対面の客か。じゃ動機なんて生まれようがなさそうですけどね。そんなとこ殺害する理由なんてないじゃないですか。自分もそう思うっすが、法廷ではきちんと立証されたらしいっす、殺害の動機も。え、何ですか、マコちゃんの動機って。すまねっすが、自分も忙しくて資料に当たる時間がないっす。自分で調べてほしいっす。そうっすか、マコちゃんの動機か。まあ、本土坊さんがなんか知ってそうでしたけど、捜査の状況、捜査といっても動いてるのは自分だけっす。まあ、1ヶ月前の、しかももう有罪という判決が下った、まあ、一度はね、事件ですから。え、そうなんですか。一度は有罪が決まった事件っす。証拠は完璧に揃ってるっす。ひたすらマコ君の証言だけが事実と食い違ってるっす。なんでね、マコちゃんを見たって言ってんのに、本土坊さんもあのおっさんも見てないって言ってんでしょうね。嫌な感じですね。自分も明日の手続きに追われて事件の資料を見る時間もないっす。ただこれだけは言っておきたいっす。マコ君は絶対嘘はついてないっす。あの子はそそっかしくて、思い違いと勘違いがトレードマークの、お茶目な父兄さんっす。あの子はやってないと全然頼りにならないじゃないか。それにしてもどれぐらい食い違ってるんですか、マコちゃんの言ってることとその事実は。そこが重要ですね。一番強烈なのがテーブルにいた人数っす。やたら話に出てくるね。あ、確かに。マコちゃんは被害者の他にもう一人いたと主張してますね。そいつが毒を持ったと。そうす、しかし。シェフや店の客はそんなやつ見てないっす。おかしな話ですよ、これは。これはおかしいですよね。そしてもう一つ、CD の問題があるっす。CD か、そういえば彼女言ってたな。なんだっけ、フリキントンボンバーでしたっけ。テーブルの上には見本の CD が置いてあったっす。でもそんな CD どこにもなかったっす。あ、その話も食い違ってんだ。え、被害者のテーブルどころか店の中には存在しなかったっす。でも被害者はイヤホンをしていたとか。被害者の岡隆夫の胸には小型のラジオが入っていたっす。ラジオ。この食い違いをあんたの偽物は説明できなかったっす。はあはあはあ。そういえば店長さん、 CD のことは何も言ってなかったな。あの人も何か秘密がありそうだよな。マコちゃんが言ってることが本当なら、
あの店長嘘ついてることになりますもんね。となると本土坊さん怪しいんじゃないですか。見かけからしてもうすでに怪しいですからね。トレビアンのシェフですか。会うなりあなた体が毒素でバンパンねなんて言われてこの瓶を渡されたっす。なるほどさんも渡されました。何ですかそれ。ラベルにはジュニバーって書いてあるっす。お風呂にちょっと忍ばせろと要求されたっす。アロマバスか。は、要求されましたか。糸の子さんからなんかアロマの香りしてもなんか雰囲気変わるもんね。実は彼女、いや彼にはちょっと引っかかる点があるっす。引かれる点。まさか糸の子さん違うっす。なんであんな中年男に引かれるっすか。まあ、そういうのもね世の中では今ありますから。引っかかる点っす。詳しく聞いた方がいいな。そうですね、ちょっとまこちゃんのこともじゃあ突きつけておきますか。面会には行ってあげましたか。もちろんっす。ただあまりのことに慰める言葉が出てこなかったっす。そうですよね。思わずうつむいたらマコくんが励ましてくれたっす。嬉しかったっす。何しに行ってんすか。何しに行ったんだこの刑事さんは。まあでも来てくれただけ向こうは嬉しかったと思うけどね。誰かが来てくれるというだけで。あのこれなんですけど、今はマコくんのことで頭がいっぱいっす。岡隆夫のことは教えてくれないと。違うっす。そういう意味じゃなくて自分は無理しなくていいのに。これも迷いちゃんに言おうと。迷いちゃんに言うことが増えましたね。あと、あ、違う違います。あと突きつける、まあこれ一応仕事紙も突きつけておきますか。あのこれなんですけど、あ、またマコ君のことで頭がいっぱいと。ダメだな。クリキントンボンバーはダメですか。なんすか。スポーツ新聞、トレビアンのマガジンラックで見つけたんですよ。日付が事件当日っすか。ちょっと意味ありげっす。なんかトレビアンにはねファッション誌とかはあるけどこういうのはないみたいですから。ほらここに落書きがありますよね。クリーニングボンバー。はて、まあ、掃除して爆発と。どうかしましたか。どこかで聞いたことがあるっす。クリーニングボンバー。いつになく真面目に考え込んでいる。ダメ、思い出せないっす。頑張ってください頑張ってくださいよ糸の子さん。いつも通りダメだった。あんたちょっとこの新聞貸してもらえないっすか。この落書きの筆跡を調べてみたいっす。筆跡か。それは僕も知りたいな。これは面白い手がかりになるかもしれないっす。もうね、まこちゃんの話だとその席でねクリーニングボンバーっていう話が、いやその CD のとこに書いてあったのか。クリーニングボンバーって書いてあったらしいんでね、おそらく関わってるでしょう。あ、気になる本土坊。本土坊さんの話は聞けるか。何ですかあのシェフの気になる点って。それがちょっと言いにくいっす。あのおっさん事件に関係ないかもしれないし。いや、あるね。間違いなくあるね。まあまあ、じゃんじゃん垂れ流す約束じゃないですか、情報。微妙な個人情報っすからね。じゃあこうするっす。自分の代わりにやつとトレビアンをもっと調べるっす。それであいつが怪しいということになれば教えるっす。怪しいということになれば教えるんですか。もうすでに怪しいですけどね。仕方ありませんね。シェフとトレビアンの情報は糸の子刑事に報告するか。なるへそなるへそ。そしたらじゃあまあそのトレビアン行きましょうか。同日某時刻レストラントレビアン。やれやれ相変わらずきついな花の香り。迷いちゃんはどうしてるでしょうね。あ、出た。恨みちゃん、あ、どうも。
不気味だ。不気味ちゃんだ。なんだ今の、お客さんか。妙に湿っぽい感じの人だったな。なんか頭包帯巻いてたし。あ、いらっしゃいませ。お、可愛らしい声。お、あ、よいちゃん。なんだ、なるほどくんか。いや、似合ってますよ。雰囲気変わるね、なんかね、やっぱね。まよいちゃん。どうかな、似合う？似合うか、まあ、似合うとは思うけどね。霊媒師やめた方がいいかもしれないね。うん、こっちで食ってた方がいいね。それにしても、暇だね、ウェイトレスさん。お客さん、なるほどくんが初めてだもん。あれ、さっきのジメッとした女の人は、あの人はお客さんじゃないのか。もしかして幽霊？あ、そうだ。せっかくだから何か食べていってよ。そういえばお腹減ったな。まあ、じゃあここで食していきましょうか。どうですか？どう、ウェイトレスの感想は？仕事はね、たくさんありそうだよ。注文聞いて、お料理運んで、コーヒー入れてレジ打って。でもお客さんがいればの話だけど。綺麗な店なのにここまで客が入らないとはね。大丈夫なのかこの店。潰れるぞ。可愛いウェイトレスさんもいるのにね。どうどう、この完璧な営業スマイル。いや、いいと思うよ。売れるよ。君売れるよ。ねえねえ、何か注文してよ、お料理。今ならランチセットがお得らしいよ、噂では。それいくら？2980円。肉8セットって言うんだって。いや、こう改めて見ると高いね。肉8やめとくよ、高いし。せっかくウェイトレスになったんだから、私だってお料理運んだりレジも打ったりしたいよ。とりあえずトイレ掃除でもしてたら。それはいいや。いいんだ。ところでランチだけど、ランチって普通安いもんなんですけどね。あれから2人前とかなのかな。もう覚悟を決めたね。え、いや、注文入りました。ランチはドリンク、サラダ、デザートにお土産付きで。お土産？そんなにいらないよ。お土産って何？少々お待ちください。いや、まあ元気そうで何よりだ。まよいちゃんウキウキしていっちまった。ランチセット2980円か。ドリンク、サラダ、デザート付き。6400円。ちょっと待って。ちょっと、まよいちゃん。お待たせしました。こちら、蒸し入れセットでーす。さっき2980円って言ってたよね。29%って言ってたよね。6000って、どういうことかな？わ。ここ、そういう店かな。オマールエビとアワビのフリカッセ、バルサミコ酢風味でございます。ごゆっくり召し上がれ。やばい店に来てしまいました。はぁ、あ。ほらほら、早く召し上がって、見てよ。なるほどくん。オマールエビね、どれどれ。まあ、こういうのはもう素材が美味しいからさ、まずくなるわけがないわけですよ。どうしたの？迷いじゃ。お腹減ってない？うん、ペコペコ。はい、あげる。特別だよ。本当？残さず、食べるんだよ。あたしちょっとトイレ掃除してくるから。さっきやりたくないって言ってたのに。おい、これは流行らないわけだ。ふざけんなって感じだよね。高えのに、まずいと。そりゃ客も入りませんよ。どうやったらこんなまずい料理を作れるんだろう。そうですよね。食材への冒涜ですよね。ちょっと覗いてみるよ、キッチン。キッチンか。覗きたいところではあるが、そういえばまこちゃんが言ってたっけ、キッチンにちょっと面白いものがあるって。キッチンに？ほうほう、それは耳寄りな情報だね。言ってたっけ、そんなこと。忘れてました。あ、ちょっとこら、迷いちゃん。何、私、忙しいんだから。いやいや、僕も連れてってくれよ。ちぇ、面白いもの見つけて、店開かそうと思ったのに。キッチン調べてみよう。てか、本土坊さんはいないんですか？そんななんか、ホイホイ入っちゃっていいんですかね。あ、あったね。同日防止国、トレビアンキッチン。
はい、ここがトレビアンのキッチンです。なんか関係者以外立ち入り禁止ではないんですかね。私も初めて入るんだけど、やっぱり妙な雰囲気だな。そうですね、なんかちらほらとピンクな感じですね。店長さんすぐ帰ってくるからパパッと調べちゃおうよ。あ、今出かけてんのか。料理作ってすぐ出かけたってことか。このレースのカーテンは何なんだろう。何に必要なんだろう。でもなんかこういいムードだね。こんなところにぶら下がれるんなら私鍋になってもいいかも。僕としては何と答えればいいんだ。そうだね、鍋になれると、いつか鍋になれるといいねっつって。お、いい匂い。お鍋でグズグズいってるのはオマールエビとアワビのフリカッセバルサミコ酢風味だね。あのさっき激マズだったあれですか。さっきのランチじゃないか。それしか知らないんだもん、フランス料理の名前。あ、なるほど、適当にいただけね。いい匂いがするってことはこれは美味しいのか。じゃあさっきのが外れだっただけなのか。大きな鏡があるよ。店長さん、ここでおめかしするんだね。机の上に手作りの本があるな。クラリス・ホンドボーの寝室。いかがわしいタイトルだね。いかがわしい。これはホンドボーさんの詩集みたいなもんだな。詩いいね。ちょっと読んでみてよ。豊かな感情を込めてお願いね。じゃあこれ、タイトルはブランタン。映画のような二人は今まで気がつかなかったコーヒー。早すぎるささやきは悲しみの日曜日。意味のない朝は心地よいカクテル。あなたが紅茶を飲み干すのなら、私、嘘をついちゃう。きっと。ちょっとやべ、全然意味がわかんない。すごいなんか、それなりに、こう、どういう意味なんだろうって考えながら、読んだんだけど、全く意味がわかりませんでした。え、何終わり？まあこんなもんだよ、詩は。詩ってこんなもんかな？いろいろありますね。まあ、こっから調べるか。この宝の箱みたいなのは何なんだろう。うわ、すごい。小さな瓶がぎっしり。アロマテラピーのオイルか。床の上にまで溢れてるぞ。ホンドボさん、ほんとこういうの好きなんですね。100本あるよ、同じ小瓶が。あれ？どうしたの？この瓶だけ、なんか違うよ。そうだね、ラベルもないし。なんでしょうね、これね。それに匂いもしないよ。中に液体が入ってる。なんだろう。ちょっと舐めてみますか。ねえねえ、借りておこうか。これだけ瓶があったらいいでしょ、1本ぐらい。ほうほうほう。この瓶だけデザインが違う。中身は不明。無臭と。ちょっと本格的だね。聞いたことない調味料ばっかり。オイスターソースとか、ナルト君知ってる？さすがにそれは知ってるでしょ。それで中華料理の調味料じゃなかったっけ？おかしいね。あ、これ。テーブルの上に。あ、私のまかたまだ。どうしてこんなところに。おかしいですよね。どういうことだ。この場所に出入りしてたのはホンドボーさんですよね。つまりホンドボーさんが、ここに置いたということなんでしょうか。我々に一言あってもいいですよね。もし落としてたのを拾っただけならば、我々に一言あっていいはず。何やら、きな臭いですね。そしたらば、ここで手に入れた証拠品を、彼に渡しに行きましょうか。お、ちょうどよかったっす。こっちもちょうどよかった。いろいろ気になるものを見つけたんでね。何ですか？あんたから預かってた新聞、分析が終わったっす。落書きの筆跡、調べてくれましたよね、そういえばね。それでどうでした？検査の結果は。どうやら被害者、岡隆夫が書いたと見て間違いないっす。やはり関係があったか。やっぱりそうだったか。このスポーツ新聞は事件当日、被害者が店に持ち込んだ。
そう考えていいと思うっす。じゃあなんかね、その CD の話をしてたけど、その CD が見つからなかったって言ってますけど、それは本当にあったってことだよね、おそらくね。でもやっぱりどこかで聞いたことあるっす。クリーニングボンバー。まあとにかく、まあ、まこちゃんの話が正しかったってことだからさ、あのレストランで見つけたものはちゃんと自分に教えるっすよ。偉そうだな。でもなんか見せるべきものがあるような気もするな。見つけましたね、そういえばね。実は見つけたんですよ、こんなものをね。お、またもらってきたっすか、匂い付きの小瓶。それがこの小瓶、何の匂いもしないんですよ。意味がわかんないです。これアロマでも何でもなさそうでしょ。アロマテラピーのボトルに混じって1本だけこれが。デザインも全然違いますよね。匂わない小瓶、それはかえって匂うっす。そうですよね、怪しいっすよね。今度はちょっとその小瓶貸してもらえないですか。中身を分析してみたいっす。分析犯ですね、完全にね。糸の子さん、被害者は毒殺された、瓶の中身は重要だな。よろしく頼ます。やっぱりあのシェフは怪しいですね。まがたままでありましたからね。ホンドボーカオルさんですか。実は自分は奴の秘密を掴んでいるっす。そういえばそんなこと言ってたな、糸の子刑事。まあ個人情報だから話そうかどうかちょっとためらってましたよね。どうやらあんたには話しておいた方がいいっすね、ホンドボーの秘密を。ホンドボーの秘密か。実はあいつ男なんですよみたいな。知ってます。それで何ですか、ホンドボーさんの秘密って。あんたトレビアンのランチは食べたっすか。激まずでしたね。ええ、どうだったっす。あくまでもいい意味で美味しくありませんでした。別にこの自分に気を使わなくていいっす。店は綺麗だし、ウェイトレスはマコくんすが、あの料理のせいでトレビアンは全く客が入ってないっす。なるほど、今にも潰れそうな、そんな感じですかね。まあそうかもしれませんね。当然あの男は借金まみれっす。どれぐらいまみれてるんですか。ヤスの借用書のコピーっす。およそ5000万っす。5000万、半端ないね。5000万って円ですか。ペソですか。そりゃそうっす、ドルだったらとんでもないことに。すみません、あまりの金額に頭と声が裏返っちゃって。どうもこの事件には裏がありそうっす。そうですね、あのホンドボーさん何か関わってるんじゃないですか。そしてその裏にはこのシェフが絡んでる、そんな気がするっす。匂いますね。ホンドボーの借用書額面は5000万円、貸主はローン会社借りようぜ。出た出た、借りようぜ。借りようぜからは借りちゃいけないですよ、あそこはやばいですよ。で、そしたら、まだホンドボーさんは帰ってきてないですかね。まだ帰ってきてない。となれば行けるところはただ一つ、ビタミン広場。あのじいさん、あ、スクーターがある。あれ、あのおじさんいなくなっちまったぞ。あ、あのスクーター、あの人のやつか。困ったな、まだ聞くべきことがあったのに。そうだそうだ、これね、あの人のやつなんですよね。スクーターだ、わざわざ公園のど真ん中に置いておくとは。タイヤのカバーやらライトやら派手にぶっ壊れてるな。派手にぶっ壊れてるね。へにゃってますね。事故でもあったのかな。まあボロっちいこと。こらきたー、なんか人の愛車に何しとるんや、我。いいや、別に。うわ、ワイの可愛い新車がボコボコにされとるやんけ。
いやいや、ちょっと待ってください。最初からそうだったんで、我々何もしてないんで。貴様やな。違いますよ、僕は通りすがりの。それになんや、サドルがクソまみれになっとるやんけ。それはあの鳩がどうせ。貴様やな。いやいや、僕は鳩じゃありません。ええ度胸やな、兄ちゃん。ボテグリカシマ、ボテグリカシマはして、さらにこれしばき倒したろかい。われこえ。とにかくただじゃすまさへんで。弁護士の一ダースも用意しとき。弁護士ですけど、私は。あの、一応弁護士ですけど、僕。なんやって。あれ、この人、随分髪が尖ってますね。なるほどさんのように。なるほど、龍一です。よろしく。ぐわーはっはは。なるほど、龍一？あんたがか。はい、まあそうですけど。バカも休み休みいや、兄ちゃんよ。弁護士のなるほど、龍一言うたら、この、ワイのことや。あなたが、偽なるほどですか。おら邪魔や。行っちまった。まさか今のやつが、僕の偽物？そうみたいですね。全然似てないですね。全然似てないじゃないか。ひどかったよね。そういうことなんですよ。なんでみんな、あんなのに騙されたの？とにかくスクーターのことをメモしておくか。壊れたスクーター。かぁ、全く情けないわ。おじさん。あんな兄ちゃんに怒鳴られたぐらいで。鳩に食われた豆みたいな顔をしおってからに。おっさんはどこにいたんですか？おじさんは今までどこにいたんですか？あのイチゴの中で。考え事じゃい。避難してたんじゃないか。たく。意外にあれだな、気が弱えな。これもう一回聞きます。おじさん、あの店の常連さんなんですよね。まあ、今回はね、まがたまがあるんで、そんなに嫌いなら行かなきゃいいじゃないですか。もしあなたが嘘をついているのであれば、サイコロックが現れるはず。おじさん、くらえ、ハトども、くらわんというか。出た出た、やはりあなたは嘘をついていらっしゃる。なぜあなたはあの店が嫌いだというのに常連なのか。このおじいさん、何か秘密があるのか。いやはや、まったく、なんや、てんやわんやですね。なんだか、聞かせてもらいましょうか。なぜ大嫌いなレストランに常連として通っているのか。聞くまでもなかろう。人間が食い物屋に足を運ぶ理由はただ一つ、食うためだ。あの店に食べるため？本当にそうなんですか？なんだと。あの店の料理を目当てに通っていると思いません？高いし、まずいし。なんだとこの若造が。何を証拠にそんな。だからね、みんなあの店には行かないのに、あなたは行ってたんですよね。なぜか。料理が目当てでないという証拠は、激まずい。そして、ニーキュッパ。絶対行かないですよね。証拠はランチそのものですよ。それは肉8セット。トレビアの料理はとてもまずくて、そして高い。安いもんだ。は？わしはな、いいとこの坊ちゃんなんだよ。あなた仕事探してませんでしたっけ？生まれてこの方、鳩の豆より重いものは持ってことがない。嘘つけ。いいとこの坊ちゃんにはとても見えないな。味はともかく値段が手頃だからな、あの店は。じゃあお金が余ってるからあの店？そうともさ。それは嘘ですね。なんだと。あなたの財布にお金が余ってるはずはない。まあ、そこまでは知らないけど、あなたはまあ仕事探してたじゃないですか。ということは、今、職にはついてないということですよね。これ確かあなたのでしたよね。それは。リッチなご隠居さんがなぜ仕事を探してるんですか。
ググ、仕事を。そうだよ、わしは今猛烈に小遣いが欲しいんだ。そんなあなたがあんな金のかかる場所に、はあ、あの店でランチなんか食わん、コーヒーを飲みに行くんだ。コーヒーはいくらなんですか？980円。高いな。高え。もうなんだなんだ。貧乏人は泥水でも飲んどけ。こういうのかあんたは。いやいやいや、別にもっと安いコーヒーなんていくらでもあるでしょ。いえ、そういうわけじゃないですけど。そんな美味しいコーヒーでしたっけ？そうでもない。しかし、本当に泥水みたいな味なんじゃねえか。あそこならそう。前にしただで新聞が読めるんだよ。新聞？あそこ置いてないですよね、確かね。ファッション誌しか。新聞を？そうさ、うちじゃ邪魔者扱いされておるからな。申し訳ないですけど。あの店で毎日新聞をただで読むことはできません。そうですね。このスポーツ新聞が、あそこにはあったけど、本来置いてないんだもんね。これを見てください。なんじゃい。トレビアンのマガジンラックにあった新聞です。け、それがどうしたよ。新聞はこれしかありませんでした、日付は。1ヶ月も前です。何？いいですか、あの店では。新聞は置いてないんですよ。これはたまたまお客が忘れていただけなんです。つまりあなたは嘘をついている。おじさん、なぜそこまでして隠すんですか？いい加減楽になりましょうや。わしはその何も隠してなどおらんわ。まだ粘るつもりか。そろそろ楽にしてあげるか。おじさん、トレビアンに通っていたのは、もしかしてこのためでは？まあもう、お察しはつくでしょう。ウェイトレスさんの太ももを見るためでしょう。このスケベー親父が。なんだその娘は。あの店のウェイトレスさんですよ。お金のないおじいさんがまずい店で高いコーヒーを飲む。その謎の答えは、ウェイトレスさんだったのです。いや、わしらん。そんな不女子の顔は。顔を見ていない。そうかもしれませんね。あなたが見ていたのは、ウェイトレスさんの制服だった。制服フェチと、無が。おじいさん、あなたはウェイトレスさんの制服が目当てで店に通っていた。違いますか？そう、ウェイトレスさんの制服を目に焼き付けるために。黙って聞いておればさっきから。ウェイトレスさんこそがおじいさんにとっての。うるさいわ。頼むから。ウェイトレスさんと連呼しないでくれ。じゃあ教えてください。本当のことをね。ってことはあなたそういうことなんですよね。常連さん。あの、おじいさん。ああ、そうさ、どうせわしは、若い女給さんが目当てさ。薄汚い、色に溺れた不潔でおぞましい初老の怪物さ。ははは。なんでそこまで卑下するのか、自分を。いやいや、何もそんな、別にいいじゃないですか。それ目当てに行くことだってあるでしょ。まずいコーヒーも飲み下すさ。980円だって、払うさ。若い女給さんのためならな、ふん、軽蔑するがいい。だからそういうつもりじゃ。貴様だってあと20年もすりゃ嫌でもわかるのだ。わしのこの切ない気持ちが。いや、だからおじいさん、そもそも貴様おじいさんって言うな。名前ぐらいある。五十嵐翔平だ。五十嵐さん、すみません五十嵐さん。若いからって茨だ。もう何も喋らん。あ、もう喋ってくんない。教えてやらんからねえだ。このおじさんは事件当時あの店にいた。何としても証言を聞く必要があるんだ。ふい。せっかくサイコロックを解除したってのに、拗ねちまった。何とかして機嫌を直してもらわないと。機嫌直してもらわなきゃいけないのこれ。これどうするんだっけかな。まあまあその、あ、この写真あげますから。これ写真でしょ、確か。この写真あげるんで。あの、ちょっとお話を伺いたいんですけど。ふい。あの、すみません。くらえ、この鳩メラ。ダメだ。全然相手にしてくれない。あ、そっか。それならば、実物を持ってくればいいか。まゆちゃん、ちょっと力を貸してくれ。
あのウェイトレスの制服マニアがいるんだ。悪いけどこれなんだけど。ごめんなロード君、私今ウェイトレスさんの仕事を覚えるのに大変だから。あ、これじゃなかった。五十嵐翔平君って人がいるんだけど、あ、このおじさんまだ餌やってるの、鳩に。僕も食らわされたよ。ひゃは。ところでちょっと来てくれないかな一緒に。え、私どうしても話を聞きたいんだよ、あのおじさんから。うん、いいよ、じゃあ着替えてくるから。いや、あ、ちょっと待って、できればそのままがいいんだけど。悪い、まゆちゃん申し訳ないな。そうなんだ、それが重要なんだ。あのおじさん、ふん、貴様にはふーむ、ほう、なるほど、なるほどくん、強烈な視線を感じるよ。耐えて、まゆちゃん、大丈夫、うまくいってるみたいだ。作戦通りだ。ふい、あれ、え、まだまだお子様だの。そこの滑り台でお遊戯でもしとれ。まこちゃんにはかなわないと。お遊戯、もう少しだったのに。なるほど、ちょっとしとやかさが足りなかったかな。ほっぽっぽ、はとぽっぽと。まいったな、めんどくせえ親父だ。あの、ちょっとよろし、あ、そうだ。女神が降臨するんだ。うるさい、わしは今、鳩に、餌、お。千尋さん、無法。もしよろしかったら、私とおしゃべりしていただけないかしら。これ、迷いちゃんが呼んだというよりも、千尋さんが空気読んで出てきてくれたってことですよね。さすが千尋さん。五十嵐翔平と申す。とろけてる、とろけておる、すげえ、鼻が伸びきっている。今なら何でもあれですかね。ちょっと待って、あ、じゃあせっかくだから、あ、ダメか。とりあえず話を聞いてくれるだけか。じゃあ目撃したこと、事件のことですけど、あ、あれですかな、客がコーヒー飲んで死んだやつ。性格が変わったぞ。随分丁寧な喋り方になりましたね。びっくりしましたな、さすがのわしも。なんか妙な格好してた若造でしたわ。はい、女給さんがコーヒーを運んだわけでさ、その男に。お客さんは一人だったのかしら。間違いない、あの席にはそいつしかいませんでしたぞ。で、その客がコーヒーを一口飲んだらうぎゃーとこう倒れちまったわけだ。まあ怖い。お嬢さん聞き上手ですな。おじさんいくらでも喋れそうだわい。うはははは。ちょ、お金取った方がいいんじゃないかな。2980円ぐらい。嘘をついてる様子は全くない。五十嵐さんは見てないんだ、もう一人のとこ。そうですね、この人は確かに見ていない。でもまこさんは嘘をついていないって考えたら、まあ、何かおかしいわけですよ。何かしらトリックがあるということですよね。トレビアンのお料理はお口に合いまして。え、それはもう、わしはその若い頃青年実業家でしてな、ロンドンでパチンコ屋やっとったんですわ。まああそこの料理を食うとその思い出すわけですわ、フランスを。あなたロンドンで行ってませんでした？フランス、素敵なお話。ロンドンはイギリスだろ。フランスはいいですぞ、見せてあげたいですな。もうたまらんですぞ、そのフランスは。ふふふ、千尋さん失笑してるな。こいつ何を言ってるんだと。まあいいでしょう、何だっていいんですよ、話してくれるんだったら。いつも来てくださっている、そうですわね、トレビア。もちろんです。まあ、なんですわい。お嬢さんに会いに行ってるようなもんですわ。うははは。まあ、嬉しい。店長ともどもお待ちしておりますわ。あ、お嬢さん、あの板前には気をつけなさいよ。板前ってシェフの本土坊さんですか？おうよ、なんといっても、前科があるからな。ほうほうほう、彼女、いや、彼に、
前科ですって。これは面白そうな話だ。店長さん一体何をなさったのかしら。いい、その真剣な丸たちがもうたまらんですな、こりゃ。もうやべえ親父だよ、これは。やれやれ。あの男、客の持ち物に手を出す癖があったんですわ。お客さんの？盗っ人じゃねえか。手袋だの、ハンケチだの、せこいものが多いらしいけどな。かっぱらいというやつですな。お嬢さんも気をつけないと。それ確かな情報なんですね。もちろんですよ。客にバレて逮捕されるところ。おじさん目撃しましたからな、コーヒー飲みながら。はいはいはい、なるほどね。本当に常連らしいな。そうだお嬢さん、わしが一句書いてあげよう。で、急にどうしました？一句。あの男に気をつけるよ。ケークというやつですかな。板前はかっぱらいなり常習犯。はい。これをじゃあ、奴に突きつけてみますか。いいですな、何か取られたらおじさんに相談しなさい。安いものならおじさんが買ってあげますぞ。何でも買ってくれるよ、これ。千尋さん。困ったおじさんだな。じゃあ、なるほどくん。私が協力できるのはここまでね。ありがとうございます、千尋さん。何から何まで。おかげで重要な情報が手に入りました。まったく迷ったら、こんなことで呼び出すんだから。あ、なるほど。迷いちゃんが呼び出したのか、やっぱり。これは千尋さんがいけるなと。前ちゃんもなかなか分かってるね。同日某遅刻、レストラントレビアン。そろそろ今日の調査もおしまいかね。いや、まだ一人残ってるでしょ。もういいの？ウェイトレスさんは。うん、お客さん来ないし。あら、マドモアゼル。迷い、ダメでしょう、お店すっぽかしちゃ。あなたこそいなかったでしょうよ。あ、すみません。そういえば、この人もサイコロックを抱えていたんだっけ。そろそろじゃあ、あなたの秘密も丸裸にしましょうか。最後にそいつを解除しておかないとな。ちょっと丸裸にはしたくないけど、今度こそもう一度お話を伺いたいのですが。ボロンティエ、いいわよ。ボロンティエ。そしたら、じゃあ、突きつけましょうか。その前に、ちょっとまあ、あのおっさんについて。あら、このおじさんなら常連さんよ。うちの自慢のコーヒーと、お冷やが大好きなの。お冷やね。あの事件が起こった時もいたんですよね。そうだったわね、確かにいたわ。あの事件が起こった時に、ね。ん？何か含みを持たせてますね。岡高尾に関してもちょっとじゃあ。亡くなった方ね、初めてのお客さんだったわ。え、記念すべきお客さん第1号。嘘だろ。そうじゃなくて。トレビアンに来たのが初めてだった。あ、なるほど、そういうことね。お気の毒ね。お気の毒ねえとは、それだけですか。まあ、この動機。あなた何か知ってるっぽいですもんね。なら何よ、この異様な雰囲気は。何としても聞き出します。あの日、何があったか。あなた借金あるんですよね。しかも、なんか手癖が悪いと。わかったわ。怖いから白状しちゃう。え？いきなり、宝くじなのよ。宝くじ？宝くじか。あの死んだ被害者の人を間違いなく持ってたの。5000万円の当たりくじを。また5000万円。ここ5000万ですって。その当たりくじだけが。事件が起こった直後に忽然と消えちゃったの。宝くじが消えた？裁判ではそれが動機だって言われてたわ。あ、なるほど、金目当ての。あの子が5000万円のくじを奪うために毒を持ったって。それ盗んだのはあなたなんじゃないですかね。いろいろ合致するじゃないですか。借金5000万あるんでしょ、あなた。どうして今まで教えてくれなかったんですか。え、
それはあなたは宝くじのことを僕に隠そうとしていた。そこには何か理由があったはずです。あなたも本音で言えばちょっとあれでしょう、罪悪感があったんでしょう。何を言うのよ、せっかく教えてあげたのに。本路坊さん、やましいことがあるんでしょう。あなたには5000万円の宝くじ、被害者からそれを盗んだのはもしかしてこの人物だったのでは。借金5000万円を抱えている本土坊さん、あなたですよ。本土坊さん、あなたにはその可能性があるかもしれません。キャー筋肉質、絹を裂くような男の悲鳴。ブルコはなぜ、何を証拠に。私仮面マスクじゃないのよ、人のものを盗むなんてこと。仮面マスクじゃなくてもね、申し訳ありませんが証拠があるんです。あなたは人のものを盗んだことがある、前科があると言ってましたよ、五十嵐さんがね。ちゃんと書いてくれましたよね。板前はかっぱらいなり常習犯、一句書いてくれたんですよ。あら、配布かしら。私死にはうるさいのよ。あ、そうでしたね。そういえばね、ありましたね。読んでみてください。豊かな感情を込めて。板前はかっぱらいなり常習犯。本当坊さん、あまり言いたくないですけど、お客さんのものを盗んで逮捕されたことがあるとか。モンデュユユイマンソンジュ、嘘っぱちよ、そんなの。え、言いがかりもいい加減にシルブプレールかしら。そんな証拠はあるの。私がお客さんのものを盗んだっていう決定的な証拠よ。仕方ねえな。最近我々もね、とあるものをなくしましてね。残念ですが、まだ癖は治ってないみたいですね。それは、これは僕の勾玉なんですよ。キッチンで見つけました。いやー、やりやがったな、てめえ。悩ましげな男の姫。まあね、確かに。ひとしたら落とし物を拾ってくれた可能性もまあ、2% ぐらいあるかもしんないけど、私綺麗なアクセサリーや小物が大好き。つい手が出ちゃうことがあるの。自分でもやめられなくて。店のハンカチとか手袋なんかを失敬したらしいですね。そうなの。気の小さいコリスのような女の子なのよ、私は。ただあなたは借金を抱えてる。盗まれたのは5000万円。ものすごい金額じゃない。ちょうどあなたの借金を払えますね。私には必要ないもの。盗むはずがないでしょう。そうでしょうか。クワなんですって。あなたは大きな問題を抱えていた。大金が必要だったんじゃないんですか。ちょうど良かったんじゃないですか。5000万円。ちょうど払い終えるんじゃないか。このレストランかなり苦しいらしいですね。え、何でも借金をしているとか。5000万円。宝くじが手に入れば借金はなくなります。あなたもっと修行してからね、店始めた方が良かったんじゃないですか。結果借金を抱える羽目に。どうですか、本土坊さん。あれあなたがやっぱり。あなたが盗んでたってことは、つまりマコ君の動機はないことになるんですよね。その宝くじのことですけど、そもそもどうしてあなたが知っていたんですか、そんなこと。被害者が5000万円の当たりくじを持っていたって。そうですよね、あなたが近くに寄ってない限りは。あのお客さん、ラジオ聞いてたの、イヤホンで。そういえばマコちゃんも言ってたな、イヤホンのこと。まあ言ってましたね。宝くじの当選番号のニュースを聞いていたみたい。いきなり叫び出したわ。当たった、5000万だ。そこに宝くじが。まさにその瞬間、当たりが判明したと。そう、テーブルの上に広げてあったわけ。私どうしてもお金が必要だった。だから毒を入れたわけですか、被害者のコーヒーに。俺さ、思い出したわ。この人が死んだのは、ある意味この5000万円が当たってしまったからですよね。のん、違うわよ。私はただくじをちょっと1枚もらっただけ。え
コーヒーを飲んだ被害者が倒れて、まこちゃんが気絶して、一枚ぐらいいいかなって、いっぱいあるんだし。当たりくじは一枚だけだぞ。でも店長さん、ひどいじゃないですか。そのせいでまこちゃんは逮捕されちゃったんですよ。それは、違うのよ。何が違うって言うんですか。私、盗んでないの。5000万円の、宝くじなんて。だって今言ったじゃないですか。一枚もらったって。だから、それは、そこまでだ。ああ。護道賢治。ここにコーヒー飲みに来たんですか。ここのコーヒーはやめといた方がいいですよ。死にますよ。何してるんですか、こんなところで。しかもちょっと高いし、980円で。くっ。こんなに酸っぱいコーヒー、初めて出せました。もう飲んでたか。コーヒー飲んでたのかよ。ホンドボーは確かにあの日、被害者のくじを盗んじまった。バカな女よ、笑ってやってちょうだいな。でもそれなら、怪しいのはマコちゃんだけじゃなくて。番号を間違えたのさ。なるほど。はい。ホンドボーは、隣のくじを失敬した当たりくじのな。それって、外れってことですか。一応当たったらしい。100円。バカな女なのよ。笑ってってば。じゃあ、本物の当たりくじはどうなったんですか。その場からなくなっていたんですよね。さあ、どうなったのかね。俺のルールでは映画の予告は見ないことにしている。お楽しみは明日にとっておくことだ。まこちゃんがね、その宝くじを盗んでないってことは、まこちゃん動機がないことになるじゃないですかと思いましたけど、その当たりくじをもしまこちゃんが持っていたならば、動機になってしまいますね。ねえ、そこの二人、笑ってってば。うるせえな。おっさんがなんか言ってますけど、やれやれ、この紙切れもういらないな。五十嵐のメモをゴミ箱に捨てた。この紙切れもういらないですもんね。確かにこんなの500万円の当たりくじの行方か。ここアニメでも忠実に再現してほしいな。五十嵐さんが書いてくれたあの俳句をあのくしゃくしゃにしてゴミ箱に捨てるシーン、なんか嫌な予感がするね。とにかく、どうなることやら。まこちゃんに2回も辛い思いをさせるわけにはいかないよ。今回はね、本物が行くんで、前回との同じようにはならないはずですからね。さあ、どうなることやら。